まあまずはあれですね、髪型のこと気にするんで、髪をねまずしっかりさっぱりすることと、まあいろんな選手が髪の色っていうのは何色にするのかっていうのはちょっと楽しみにしてほしいなと、思いますね。まあみんな多分緊張してると思うんで、最初は多分ガチガチになるんじゃないかなと思いますけど、積極的なサッカーをやろうと自分たちはしてるんで、それをしっかり表現していければいいかなと思うので、そこは、ガチガチにならずに、アグレッシブに楽しんでる姿を見せられるようにできたらいいかなと思います。多分めっちゃ緊張してますけど。入場の時に、まあ、子供と入場する、まあ、毎年泣く子がいて、でこう年々こうその、あ、去年泣いてたのにねみたいな、大きくなったねみたいなのかな。オフの時にこうコミュニケーション取ることがあんまりこうなくなってるので、こうなんか久しぶりに見たらすごい大きくなったねみたいな、去年めっちゃ泣いてたのにみたいなのは、僕は開幕ではよく、感じるとかさ。